はい、皆さんおはようございます。息がね、白いぐらい今日は寒いです。本日はですね、スタッフもお休みということで、ママチアワと2人でレンタルのお仕事をします。レンタル屋さんいろいろありますけど、うちのね、レンタル屋さんの準備風景と、まあ少しだけリアルなレンタル屋さんのお仕事を今回はね、お見せしたいと思います。今日はですね、温泉センターの植木の交換を朝からやります。だいたい24、5、8ぐらいかな、全て交換するわけなんですけど、その商品をですね、今から出します。頭の中にですね、だいたい先月何を入れたかというのはですね、分かっているので、それをですね、イメージしながらですね、商品を出していきます。それではね、早速出していきたいと思います。レディゴー。昨日ね、使わなかった商品をですね、もう置いているので、まず置いていきます。これも使えますね。はい、こんな風にですね、次から次へと植物たち出していきますけど、頭の中ではその設置する場所をですね、考えて、あ、ここは窓で光がすごく当たるとこだな、ここは日陰だからこの植物、こんなことをね、考えながら植物たちどんどん出していきます。はい、手前からこちらパキラちゃんです。150センチぐらいですかね。黒と綺麗でしょう。これはね、赤ね、あと黄色がちょっとだけ入ってますけど、黒と、そしてポトスです。これもね、ちっちゃいけど葉っぱが大きいタイプで、アグラオネマ、このサイズのアグラオネマはね、あんまり見かけないんじゃないかなと思います。とコーンシンネですね、この赤いやつ。はい、シュロチクはですね、ちょっとね、日陰で、ね、光が当たらなくて角隅のところにあるんで、そこに、ね、交換するんですけど、毎回これぐらいの背丈をね、持っていきます。はい、ミリオンバンブー、ハウスの奥からね、持ってきましたけど、ちょっと倒れてます。これね、仕立て直しますよ。はい、そして一本立ちのパキラちゃん、ベンガルゴム、はい、そしてリフレクサーも出せるのはね、最後かなと思います。ミリオンバンブーの背が低いやつです。はい、あとはスパティちゃんがね、花が咲いていたんで今回出しました。もうね、花が咲いているうちにみんなに楽しんでいただけたらなと思います。で、トリカラーですね、ストロマンテトリカラーカラティアですけど、これもね、珍しくないですか。15鉢ですよ、実は。使えなくなったトリカラーをですね、入れて育てたらこんな感じになります。割とですね、低い植物が多いので、あまりですね、背丈がですね、高い植物とか、いろいろ規約があるんですよね。今回はこんな感じです。はい、じゃあね、今からね、お手入れをしていきますよ。黄色い葉っぱとかをですね、見逃さないように。もうこの辺はですね、ある程度もうお手入れをしてあるんで大丈夫ですけど、チョキチョキっと、鉢の下に入っているこういう枯れ葉もですね、しっかり取りますよ。うん、綺麗。こうね、ハウスで寝ている、ね、植物ちゃんたち、この間言われましたけど、スーツをね、ビッと着てお出かけして、観葉植物たちもなんかウキウキワクワクしてるみたいですね、ということ言われてましたけど、やっぱりね、こうお手入れをすることによって植物ちゃんたち一気に見栄えがね、変わります。はい、こういうやつね、皆さんこれどうすると思います？穴をわざと開けるんです、ね、ここ思いっきりカットしてもいいんですけど、このぐらいだったらね、ちょっと穴を開けて
ょっと片手なんでね、しっかり取ってあげればいいんですけど、葉っぱが多いタイプはですね、少々この、まあ、ちょっともうちょっと綺麗に切れますよ。穴が開いてもね、窓かずらみたいな感じで分からなくなりますね。そういう場合はですね、もうそのままでも大丈夫です。こういう端の部分はですね、カットしますよ。カットします。下にね垂れすぎてるやつねカットします。あまりねカットしすぎると寂しくなるんで、冬場はねスカスカになると逆に温かみがなくなるんで、なるべく葉っぱは多めに残してですねあげます。新芽は大丈夫そうですね。シュラチキちゃん、これは割と綺麗ですね。じいちゃんが咳込んでます。ちょっとしたですね、隙間時間でこういうことをですね、皆さん軽くやってあげるとね、多分5分もかからないできると思うんで、全然変わるんで、お時間がねある人はやってみてください。よしかな、はい。ちょっとこっちはねミリオンバンブはちょっと両手使わないとできないんで、でやります。あ、ミリオンバンブーの、ね、仕立て方何度か出してるんで、気になる方はねミリオンバンブーの仕立て直しとかで検索してみてください。はい、パキラちゃん、なんだこれは。こういう場合はですね、真ん中から1個だけ葉っぱを落とす、4枚葉とか5枚葉とかですねこれは3枚のうちの2枚になります。まあね、残してあげます。あ、虫食われてますね。これカマキリかバッタがなんか食べてるのかな。はい、あ、なんだっけ、カマキリは葉っぱ食べないって言ってましたね、肉食だからとか。ちょっと僕その辺詳しくないんですけど、カマキリにやられたとか言ってたけど、カマキリは葉っぱ食べませんよとね、バッタをその代わり食べてくれるんで、このぐらいだったらね大丈夫です。観音しかね、こういうのを落とします。レンタル場所によってですね、日が当たる場所とか日が当たらない場所があるんで、そういう場所こう性質を分かってですね置かないと一撃で傷んじゃうからですね。こういうオーソドックスな観葉植物もねいるんです。暗いところにはですね、やっぱ観音地区とか白地区はですね、特に観音地区強いからですね役に立ちますよ。
そんなしょぼいのとか思う人いるかもしれませんけど、しょぼいわけじゃないんですけど、この手のしかですね置けない場所っていうのもですねあるんです。置いてみるとちょうどいいんですよ。このリフレクサは太陽の再生工場からね帰ってきたリフレクサですけど、冬の間ボロボロだったけど元気に閉まってくれてるんで、これ窓辺に置いとくとですね最高です。ミリオンバンブはですねやっぱりこう寒さに弱いんですけど色が綺麗ですね。こういう風にすぐ曲がってくれますけど、ちょっとこういうのバランスが悪いんでどうしようかな、カットします。色がね綺麗な分ミリオンバンブこの白い部分が目立つんでね、これはしっかり取ってあげてください。はい、あとでしっかり取ります。よし、スパティちゃん、スパティちゃんもね花が終わってるんで、まあ、花はねとりあえず終わってるやつは上の方で切り落として大丈夫です。はい、でいつも言ってる通り葉っぱは手で取っていきます、ね、でこういうまだこれはね厳しいかな、茎の、ね、黄色い部分結構目立つんで取ってくださいね。こういうのポキポキ取っていきます、ね、スパティがこのお手入れ超簡単なんで、いや意外でしょ今の時期花が咲くなんて。春と秋花が咲くのかな。スパティは。中にねこういう枯れ葉がたくさんついてるんで、こういうの取ってください。はい、完成しました。スタンダードタイプに仕上がりました。はい、お手入れ終わったんでね、次は消毒をしていきます。これスミチオンが入っています。何百倍に薄めてあるのかは分かりません、目分量なんで。じゃあやります。シャーッと、こういう風に軽くですね、まあ、ハウスの中でも結構お消毒はしてあるんでね、レンタルに出す前にこうやって消毒を軽くしていきます。はい、じゃあですねお手入れと消毒そしてコーティングの方も終わったんで、今からですねトラックの方に積み込んでいきたいと思います。よいしょ、
はい、積み込み終わりました。だいたいね、ここまでで1時間ぐらいかな。いや、もうここまで来るとね、暑いです、うん、こんな感じでたくさんね、乗せていきます。だいたい20鉢弱ぐらいかな、乗りました。はい、そしてレンタル屋さんに一番大事なのは水です。水、これを忘れないようにね、たくさん水ね、汲んでいきますよ。10リットルが大体10本ぐらい、なくなったらね、レンタル先でまたお水汲ませてもらいます。汲めないところもねあるんですよ。そういう時はですね、またハウスまで戻ってこないといけないからですね、汲める場所をですね、ちゃんとルートを考えながら回るわけです。はい、お水満タン。はい、最後にレンタル必需品の受け皿ちゃんを忘れないようにセッティングして出発進行、ママチュアを迎えに行きます。はい、ママチュア乗車しました。久しぶりの2人でのお仕事なので、今日はですね、一日仲良く行きましょう喧嘩はしないでください、ママチュ、ただいまマスクははめてないので、動画は拒絶しております声だけお楽しみください。どうですか、久しぶりのレンタルのお仕事は年末モードになってきたので出番が多くなってきましたね。はい、今日休みじゃないの？休みだよ。はい、たわいもない会話をしながらですね、現場に到着しました。今日はですね、石段の里さまたの湯、日本一の石段がね近くにある町の温泉センターなんですけど、とてもねいい山の広々とした第三セクターの温泉です。バックで100メートルほどですね、山道を下っていきます。川のせせらぎがとても気持ちいい温泉ですけど、はい、次はね準備開始です。台車を出して受け皿を引いて、交換する植木ちゃんをですね引き上げる準備をします。ちょっとちょっとお兄さん、携帯落ちそうじゃない？あ、もう一つママチュアの分の台車も下ろします。よいしょ、結構重いんですね。はい、準備完了。はい、交換する植木さんたちをどんどん台車に乗せていきます。僕が交換する植木さんたちを館内に持っていき、ママチワワが引き上げた植木さんたちを外に運び出します。頑張れ、裸足さんです。はい、ここからはですね、くるくると回りながら手際よくね、パッパッと設置していきます。これ何も考えていないようでですね、配置結構考えながらね設置しているんですよ。かなり数が多いので手際よくやらないと時間がかかりますから、パッパッとですね、見てください、この手際の良さ、地味でしょう、結構大変なんですよ。
台車に48しか乗らないので本当行ったり来たりです。乗せては下ろし、下ろしては乗せ、この作業をひたすら繰り返すことによって多くの緑をね提供しているんであります。急げ急げ。今日はですね、この後にまだ8軒場所を移動して交換する店舗があるので、本当ね忙しいんです。まあですね、いろんなレンタル屋さんがあると思いますが、ここまで全て毎月交換するレンタル屋さんって少ないんじゃないかなと思いますけど、これもねやっぱり僕の真骨頂、せっかくレンタルしていただいているからにはですね、気持ちのいい植物を提供したい、そんな気持ちでやっていますが、まあ大変です。はい、僕が交換している間にママチアはですね、お水を入れて回ります。これ目分量でですね、適当みたいですけど、しっかり植物とその場所に合わせた水管理をねママチアはやってます。これも経験ですよ。水タンク10リットルあるんでね、10キロの水をですね何回も何回も抱えてママチュアは頑張ってお水かけします。本当ご苦労様です。はい、交換とお水かけも終わったんでね、交換し終わった植木ちゃんたちをトラックに詰め込んでいきます。もうここまで来るとですね、汗びしょびしょです。頭もですねシャワーを浴びたように濡れています。はい、交換した植木ちゃんたちを見ていきましょう。この施設はですね、もう父の時代から約20年近くですね、観葉植物レンタルしていただいています。なので鉢カバーなんかね、昔のオーソドックスなタイプの鉢カバーになっていますが、たくさんのね植物設置していただいています。まあ山あいのですね田舎の温泉施設なんですけど、とってもお客さん多いので、そしてねお年寄りの方たちが植物とても楽しんでいただきます。なのでこんな感じでですね、寄せ植えとかいろんな植物を豊富に揃えて、緑のですね空間を楽しんでいただけるように心がけています。はい、ハウスに帰ってきました。植物たち今度はねトラックから降ろしますよ。ここまでがワンセットです。頑張れ頑張れ。帰ってきた植物ちゃんたちはですね、ホコリをたくさんかぶっているので、こんな感じで葉水をしっかりかけてホコリを落としてあげます。ママチアは気持ちよく植物たちをしてくれますよ。こういう風にですね、葉水をしっかりかけるとホコリも落ちますし、虫ついている時もですね
しっかり流し落としてくれるので虫退治対策にもなります。天気がいい日はですね、日陰でこうやって葉水ジャブジャブかけてあげてもいいですよ。今からはね、ちょっと寒くなってくるので気候には注意してください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。これレンタルからね帰ってきた植物ですけど、ママチワワがシャワーをかけてホコリをねしっかり落としてくれました。見ていただくと分かるようにですね、結構ね傷んでいます。温泉センターはですね、人がたくさん来るんですごくねホコリがたくさんつきます。こうやって油がついたものもありましたけど、水をですねかけることによって、しっかりね落ちてくれます。しばらくこの子たちはですねハウスの中でお休みをさせて、また新しいレンタル先に行って働いてくれるんですけど、こんな感じでですね、皆さんレンタルのお仕事なんとなく分かっていただけましたでしょうか。すべてですねお見せしたわけじゃありませんが、まだ細かいお仕事はですね本当はあるんですけど、こういうふうにですね、植物をいろんな場所に提供して癒しの空間をですね皆様にご提供しています。はい、今日はですねレンタルのお仕事をママチワワとですね2人で頑張りましたけど、ちょっとレンタルの仕事に興味を持ってくれた方出たかな。こんな感じですね、毎日頑張っています。またね今からあと2クールぐらい今日同じ量があるんで頑張っていきたいと思います。ママちゃんは頑張るよ。はい、じゃあ皆さん今回こんなところでバイバーイ。